クリーンとのバトルを迎えました。彼の備えた手のさばきに翻弄されないよう心して勝利したいところ。
リーダーカクラとのバトルです。このタイプのポケモンの吐き出す強力な炎に焼かれてしまうのよ、注意が必要です。バトルです。エスパータイプのポケモンの超能力に翻弄されないよう注意が必要です。戦う構えに入って、お
重い人だ。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでプクリンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。強い攻撃、よし。さあ今度はアルイスト。白熱したバトルが続いております。ここで地震攻撃、よし当たった。あーノックアウト。さあ一方的な試合が展開されております。ここでバリアードの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。両者とも大健闘です。あーっとこれは大きなダメージ。ここでサイコキネシス、よっ、さーっとダウン。さあ次のポケモンを準備です。ここでミュウの登場だ。今は相手が弱っています。これはチャンスです。現在のところ残るポケモンは2対1。最後の一撃が当たった。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。